新しいことを学びたい、スポーツや文化施設を探したい、きっと見つかる岡山ライフ、あなたの暮らしを応援します。太陽、日本のトップリーグで活躍するスポーツチームが岡山市にもいくつかある。今回はそのうちの一つ、平林金属ソフトボール部を紹介するぞ。はい、師匠。ソフトボールの魅力を伝える教室も開いておるそうじゃ。お、ちょうどやっておるな。どれ、行ってみよう。はい、師匠、お供します。平林金属ソフトボール部、女子は2000年、男子は2001年に創部しました。男子は2003年の日本リーグ加盟以来、リーグ優勝をはじめ数々の大会で優勝や準優勝を含む優秀な成績を収めています。2019年チェコで開かれた世界選手権では、4人の男子選手が代表チームに参加し、19年ぶりの準優勝に貢献しました。国内外の大会で活躍する選手が所属する平林金属ソフトボール部が創部以来続けているのが、ソフトボールの普及と地域貢献を目的としたこの教室です。対象は小学生から大学生、社会人までと幅広く、憧れのトップ選手のプレーを間近で見ることができ、指導もしてもらえるとあって、子どもたちにも大人気です。子どもたちがレベルアップできるように、なおかつ楽しい競技だよっていうのを伝えるために、ソフトボールを通じて地域貢献、社会貢献ができればなと思って活動しています。デモンストレーションの時間では、選手がボールの投げ方やバッティングの方法を披露しました。その後、ポジションごとに分かれて選手から直接指導を受けます。子どもたちはコツをつかもうと真剣な表情で指導を受けていました。難波選手みたいに飛ばしたいなと思います。試合を見ていたときに、ホームランを打っててかっこよかったからです。下半身を使って投げることとかを学びました。もっとピッチャーがしたくなってきました。技術も大事ですけど、自分はこの楽しさだったり、こうやったらこれできたみたいな達成というか、喜び、自分がその小学生の時に感じたようなことを教えられたら一番いいのかなって思って、自分はそういう感じでやってますね。団体競技でしか味わえない楽しさだったりっていうのはあると思うんですよ。だそういうのを、ソフトボールを通じて学んでいただけたらなと思ってます。やっぱできたらソフトボール続けてほしいですし、うちのチームに入ってきてくれたらとても嬉しいですし、それぞれ違った道があると思うんですけど、スポーツの中で何かを得てくれたらなと思います。トップ選手に直接指導を受けた子どもたち、将来この中から平林金属ソフトボール部や日本代表として活躍する選手が誕生するかもしれません。でソフトボールってチームスポーツなので、やっぱり仲間と時間を共有して、仲間と一つの目標に向かって進む楽しさを伝えることができればな、感じてもらえればなと思っています。もちろん元気で明るくて、やっぱり人の痛みが分かる、思いやりのある、そういう大人になってほしいなという思いでいます。師匠、トップ選手と交流できるなんて子どもたち羨ましいですね。そうじゃな。全国世界を舞台に活躍する選手がいるチームが地元にあり、こうして交流する機会があることは、岡山のスポーツ振興、そして子どもたちの夢や目標の実現にもつながることであろうよ。はい、師匠、おっしゃる通りです。